山下芳樹君日本共産党の山下芳樹ですお三方ありがとうございましたまず日々の参考人に伺いますこれまで核持ち込み密約あるいは沖縄返還密約など日米安保をめぐって国の在り方に関わる重要な問題が政府によって長い間国民に秘密にされてきました今もこの状態は継続しておりますでこうした秘密に挑み 国民に真実を明らかにするのは、これまでもこれからもジャーナリストの重要な社会的使命だと思います、えー。先月21日、党委員会に出席された元毎日新聞の記者、西山拓一さんの意見陳述からも、そのことを痛感した次第であります。そこで日々の参考人、この法案で、そのジャーナリストの社会的使命が果たせなくなるのではないかと、私は危惧しますが、いかがでしょうか。日々の参考人。 西山毅さんのおっしゃっていることはこの法案ができたらやはり、ますます取材の萎縮そして情報源の萎縮が激しくなり、情報公開すでにある情報公開のほうも空文になってしまう。 そのような状況になるというふうにおっしゃっておりますが取材現場としても同じように使命を果たそうと思っても果たせなくなることは明らかであると思います日本では戦後ですね一貫してその情報を取得することについてはつまり探知、アクセスすることについては処罰がなかったというふうに解釈しておりますがこれが初めてですねこの法案によって 探知材を作るわけですから、えーまあ、これまでできた、えー、あらゆる報道、えー、私たちの先輩によってです、ねえー、行われてきた、えーまあ、掘り起こし的な、えー、取材活動が、えーまあ、政府の恣意的なその運用によってできなくなるという可能性は、えー、相当程度あるというふうに思います。委員長山下良君 続いて日々の参考人に伺いますが、あの先ほど法案22条で報道取材の自由について配慮しなければならないとお書かれたので、政府はこれで報道取材が過剰に規制されることはないというが、まあ、日々の参考人は私にはそうは思えないと、えー、こう述べられました、この点をさらに詳しく伺いたいんですが、特にですね、えー、この法案が成立すれば、取材相手、まあ、公務員、 その他の方が萎縮して取材に応じなくなるのは確実だとおっしゃったんですが、このあたりも含めて少し、えー、ご心配な点を述べていただければと思います。日々の参考人、はい、えー、少し、えー、重なるかもしれませんが、えー、あの私たちの、えー、取材というのは、あの先ほど尾野先生にも申し上げましたけど、えー、社会的 かつ歴史的に重要であるということで相手を説得して取材をするとだましてある種ごまかしてですね、情報を得るということはあり,ありえませんあの私、最初に述べましたけど情報はあの自動販売機に知る権利を入れたら出てくるものではないので人対人の ある種その人間対人間のですね泥臭い営みだと思っています、えー、その相手が最初からですね、えー、もうこの法律によってその同じ土俵にも上がらないということに、えー、なるのは確実ですから、えー、そもそも取材ができなくなる、えー、取材に応じたとしてもいやそれ以上はもうし上げれません、こういったことが、えー、日本全国各地でですね 起きることは確実でないではないかなというふうに懸念しております山下芳樹君はい、ありがとうございました続いて江藤参考人に伺いますまずう少しちょっと大きな視点でですねこの法案は国民主権あるいは基本的人権はじめ日本国憲法の根本原則を踏みにじるものではないかと私は考えるんですがこの点での江藤参考人のご意見伺いたいと思います江藤参考人はい 私も全く同意見でございまして、あの日本国憲法の下では国会が国権の最高機関とされておりますが、この法案を見ますと、その国会の上に行政が載っていると、こういうふうに思えてなりません、先ほどの法案10条1項の規定もそうでございますが、行政が何をやっているかということに対するチェック機能が、 国会に国会がそれをチェックする機能が働いていないというところがやはり一番大きいのだろうというふうに思います。加えて、えー、憲法上のおいわゆる基本的人権、知る権利を侵害する、まあ知る権利って先ほど末賀参考にも言いましたけど、俺は十分だという考え方もあって、十分わかってるよと。それは いろんな人が言いますけども、これは権利ですから、最大限、その言ったらどこまでのものが得られるかという視点から考えなければいけないという意味で言いますと、秘密が多くなるということは、この知る,知る権利の範囲がだん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 狭まっているということを意味します、それはやはり、その民主主義社会にとって健全ではないという意味で、危険性を感じるところでございます山下芳樹君。え続いて、党参考人に伺います、えー、秘密あ特定秘密をですね取り扱う公務員。 あるいは民間人に対する適正評価について、まあ、政府は本人が同意しているから人権侵害に当たらないというふうに述べておりますけれども、この点、いかがでしょうか江藤参考人はいあのー、私ども、仕事で、えー、よくあるんですけれども、えー、あなたはそれを知っていますかと聞かれたときに、守秘義務がございますから、知っているとも知っていないとも答えられませんと、こういうふうに答えるわけでございます。 全く同じことで、本人が同意してるからいいと言ったら、じゃあ拒否したら、一体そのことがどういう影響を持つのかということについての配慮はないように思います、拒否したら、それだけで、いや、お前は話せないことがいろいろあるんだねという評価につながるのだとしたら、あるいはそれは公的なその、非公式なものであったとしても、そういう可能性があるんだとしたら、それは同意があるというだけでは済まされない問題があるんだろうというふうに思います。山下君 続けて、参考に伺います、えー。同じく適正評価についてですが昨日政府はですね行政機関からの紹介を受けた病院には過去の通院歴などを回答する法的義務があると見解を示しましたこれではですね医師と患者の信頼関係が成り立たないなどさまざまな問題が発生すると思いますがこの点についての紹介を受けた病院 さまざまな機関がそれに応じる法的義務がある回答しなければないこの点についてのご意見を伺いたいと思います。江藤参考人はい それはあの専門職とその依頼者の関係、あるいは患者さんとの関係でよく生じることでございまして、えー、お医者さんと患者さん、私ども弁護士と依頼者、依頼者あるいはサイコセラピスト、あるいはその臨床心理士とそこに帰ってきている方いう、そういう関係というのはやはり保護されなければならないというふうに思います。でまあ、私どもの常識で考え,れ、ま、考えた場合には、それはその患者さんがうんと言った場合にのみ出せるわけで、そうでない場合は、 あーノーといった場合、あるいはわからない場合には、それは出すべきではないというふうに考えます山下良樹君あの。そういう常識的な判断が通用するのかなと思ってたら、昨日の答弁はそうではない、法的義務があるんだと、安全保障にあの資するかどうかに関わる問題だというふうに言われますとです、ね、そういう常識がの判断があ作用しない危険性があるということを、まあ、私は感じた次第ですが、その点いかがでしょうか。 江藤参考人はいつまりそうやって悪法というのはだん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 広がっていて市民の生活を苦しめることになるとこういうことなんだろうと思います山下芳樹君えついて江藤参考人に伺います、えーえー、秘密の指定期間が、まあ、60年に延長されたわけですがまあ、しかも過去の秘密にはこれは訴求されないということでありますでまた60年のお例外もあるということでありましてこれではですね 永久秘密になるのではないかとお危惧があるんですが、この点のご見解、いかがでしょうか。江参考人 あのー、私も全くそう考えておりまして、先ほど申し上げた点もその点でございます、その60年のチェックすら効かないいくつかの項目を,を見ましたけれども、まあ私は暗号はやむを得ないんじゃないかと先ほど申し上げましたけれども、60年前の暗号なんてほとんどその <laughs> 子だましのような内容かもしれないし、そんなことを本当に守る必要があるのかなという疑問があるわけでございます。 やはりその、えー、先ほどの質問もございましたけれども、60年経ったときというのは、一つのもう歴史的時間という感じがいたします、それでもなお明かせないものって本当にあるのかなと、私にはちょっと想像の範囲を超えておりますが、山下芳樹君、えー。ちょっと日々の参考にも、これに関わって、ですね、あの先ほどの核密約、沖縄返還密約などを果敢に取材されたジャーナリストの方、たくさんいらっしゃいますが、そういう方々がですね、 えー、その取材対象者であると、例えば元外務次官などに接触する際に、どうしてもその外務次官の方もですね現役のときにはあ秘密を取得しなければならないという作用が働いたとしても、退職されてから、ですね自分がもういよいよ人生の最後の段階にかかったときに、えー、これは国民にこの情報は提供して、国民の判断を仰ぐ必要があるんではないか、そういうお考えで。 真実報道語られた方も少なくありませんそれはこの60年という,うになりますと、寿命との関係で、そういうことができなくなるんじゃないかということも危惧されるんです、まあ、そういう点でのこの60年問題について、これまでそういう取材をされてきたジャーナリストの立場から、ですね見解があれば伺いたいと思います。日々の参考人はい、えー、あの私たちのの、えーまあ、先輩の皆さんがですね えーまあ、特にあの、核密約を含めて、えー、歴史の、えー、検証を、えー、行ってきて、えー、おられると思います、あのー、もちろん取材対象者の方も、えー、最後にですね、えーまあ、こういったなんですがもうそろそろ、えー、随分な年になったからということで、えー、お話にな,なりたいそれは悔いを残さないとかいろいろな思いがあると思います。 えー、そういったものがですね、まあ、歴史とを作っているわけでありますから、えー、ジャーナリズムはやはり歴史の検証を、えー、歴史を、えー、のしるしい検証していくという役割が、えー、第一義であると思いますから、えー、60年、えー、それ以上ということになるとですね、えー、もうそ何もそれができなくなる、えー、ということです。あのー アメリカでもですねこのも情報公開ではよく引き合いに出されることですけどもアメリカでは原則25年ということですでにつまりそれは25年で歴史だということの解釈だと思うんですねそういったことを前提にして国民の側、有権者の側が政策 そして政治をですね、検証していく、これが、えー、ど,どのような、えー、政権が政あ、あのー、党がですね、政権に就こうと、ですね、それは関係なく、えー、検証されていくことがしかるべきであるというふうに、えー、思います。山下芳樹君。えー、再び、江藤参考人に伺いますが <laughs> あ、秘密の範囲が恣意的に拡大されるとの批判に対し、第三者機関を作ってチェックすると。 いうことが今言われております検討されようとしていますが、この点についていかがでしょうか江藤参考人はいですから、その第三者機関の一番の問題点はその第三者性にあるということでございます、えー、我々はなぜ裁判官の判断に従うか、公正な裁判所とは何かということをよく言われるんですけれども、それは公正が、あの裁判所の公正ですねが公正なものでなければいけない。つまり 当事者と一定の関係にある人は、その裁判所から排除される、排除される第三者だからこそ、その判断は手続き的に公正なものだと、こういうふうに認められる、それはあの常識的な見方だろうと思います、同じように、えー、それが適否を判断するときに、それに利害関係のある人が判断に加わったのでは、あ妥当な判断には至らないというふうに思います。 ですから、首相がいかに第三者的に振る舞うとおっしゃられても、私も日々、えー、総理の一日で拝見してますけれども、それはそんな <laughs> あの時間的にも多分難しいし、立場的にも難しいんだろうというふうに思います。山下良樹君。最後に、野党参考人に、法案が国会で審議され始めてからまだ1か月も経っておりません、これだけの短期間に、これだけ反対世論が高まってきていることについて、 ご意見を伺いたいいいたと思います江藤参考人はい、それは根底に国民がこの問題に対する不安感を持っているんだろうと思います、確かにそれはばクとした不安だろうと思いますが、その実態がわからないこそからこそ、ますます不安になっているという現実があるように思います、私どもこれ、2年前からこの問題を指摘させていただきました、で開示を求めましたが、その法案の中身はすべて黒塗りでございました。 でおっしゃるようにやっと1か月う足らずの間にこうなったわけですがその前にこの法案の概要について、えー、意見募集が行われましたそれもわずか2週間ということでございましたで、えー、その7割8割が反対意見であったと伺っておりますならばそのパブコメの内容を分析してそれを国民に知らしめるというその手続きがあってもよかったと思うんですがそれも全く行われませんでした なぜこのようにやみくもに急ぐのかということについて、国民の多くが疑問に思っているところではないかというふうに思います。ありがとうございました。